ヨークシャーの悲劇は、ジャコビアン時代の家庭悲劇。1608年に出版された。当初は作者を、ウィリアム・シェイクスピアとしてきたが、現代の評論家はそれを否定し、真の作者は、トマス・ミドルトンが有力とされている。ヨークシャーの悲劇は1608年5月2日に、書籍出版業組合の記録に登録されたが、この時作者は、ウィリアム・シェイクスピアとされた。 まもなくこの劇は、四折ン,ンで出版されたが、出版した、書籍賞、トーマス・パビルはもう一つのシェイクスピア外典、サージョン・オールド・カースルを出版した人物である。四折ン,ンの表紙にも、ウィリアム・シェイクスピア作と書かれ、さらに国王一座によりグローブ座で上演されたとも、書かれていた。1619年、ウィリアム・ジャガードの、ウォールス・フォリオにこの劇は収められ、 1664年には、シェイクスピアのサードフォリオ第2版に他の6つの劇と共に追加された。ヨークシャーの悲劇は、わずか10場で構成された珍しい劇である。印刷されたオリジナルのテキストには、オールズワン、オーアール、ワンオブザフォープラズ・インワン、コールド、栄養区、シャイア・トラジェリーであるとしている。これは明らかに、 現存するものは全部で4つある劇の一つであることを意味している。この点から、この劇は、ジョン・フレッチャーの聖典の一つ、フォープレ a ズ、オア・モラル・レプレゼンテーションズ、イン・ワンに似たものだったに違いない。ちなみにフレッチャーは4つのうちの最後の2つを書き、残りは別の劇作家、おそらく、ネイサン・フィールドが書いた。こうした、短編劇のアンソロジー形式は、 イングランドルネサンス時代から見られ、例えば、ザ・セブンデッドリー・シンズもそうである。しかし、失われた残り3つの劇がどんな内容で、作者が誰だったかはわからない。ジャンルとしては、家庭悲劇である。これは、イギリスルネサンス演劇のサブジャンルの一つで、普通の中流階級の人々の破滅に焦点を当てた、ものである。最初期の例では、やはり、 シェイクスピア外展に含まれるフェバーシャムのアーデンがある。ヨークシャーの悲劇の筋は子供の二人を殺害し妻を刺した罪で1605年8月5日に処刑されたヨークシャーカルバリーホールのウォルター・カルバリーの人物録に基づいている。この事件は当時有名なスキャンダルだった。同年6月に事件に関する冊子が出て7月にはバラッドも作られた。 年代記作者ジョン・ストーも自分の年代記にこの事件を記している。1607年にはジョージ・ウィルキンスがザ・ミザリーズ・オブ・インフォースとマリッジという題名で劇化した。ウィルキンスの劇とヨークシャーの悲劇との関連に関しては研究者の間で意見が分かれている。一方がもう一方を財源にしたという説もあれば同じ作家の作品であるという説、二つの劇は 基本的に関連のない別々の作品であるという説など諸説ある。初期にはシェイクスピア作者説の可能性を認める評論家もいたが過去2世紀ほとんどの評論家はそれを疑問視してきた。現代ではテキストの内在的証拠からトマス・ミドルトンが作者であることでほぼ同意が得られている。トマス・ヘイウッドやジョージ・ウィルキンス説もあるが それを指示する注釈者はほとんどいない。ありがとうございます。